请你们看他的影片，真的很赞，可以同时可以学台湾的东西，还可以学日文的东西，超赞，记得要看。今台湾のスーパーとかで事件が起こってます。めっちゃびっくりしますよ、これ。行きます。じゃじゃん。ここ別にこれ強盗にあったわけでも地震の影響でもないんですけど、これトイレットペーパーとかがあっち少しあるか。ロールのトイレットペーパーはまだ残ってるんですけど、ウェイセンズって言ってこの衛生紙っていう、なんて言うんだろう、これティッシュ、トイレットペーパーじゃなくてティッシュだ、ティッシュですね普通に。でそれが全部本当に全部なくなってて、な犬用なんだろうこれ、濡れてるやつとかはあるんだ。で今あそこ見たら全部もう爆買いされてる。やばい、全部買われた。僕のトイレットペーパーなくティッシュがねここにあったやつ、ここ多分中開けたらまだあるけど勝手に開けちゃダメなんで、な感じです。ちょっと原因が分かんないんで、なんか原因数千万お全部ぶつだわ、ちょっとびっくりしてます。まあ今日は買い物、お米とタケノコとミルクとチョコレート買っただけなんですけど、皆さん台湾に来て、まあ、トイレットペーパー買うことないと思うんですけど、ウェイセンズ今ないので気をつけてください。もし住んでる人がいたら、もしなくなりそうだったら早く行って買った方がいいと思います。いやどん兵衛85元は高すぎだろ。台湾のカップラーメン美味しいのこれと、これめっちゃ美味しいです、マヨジーミア、これうまいです。いやラーメンのセレクションやっぱすげえな台湾、カップラーメンのセレクションがすげえ。ダララララ、韓国とかタイ、ベトナムとかもあって、で日本がねもう鬼高いっていう。これ見てくださいよ、これどん兵衛うどん85元で、辛ラーメンは32元と55、何これブラックってめっちゃ高いじゃん。32元でやっと100円、それでも100ちょっとか、こんな感じです。いや乳酸くんかわいいな、ヨーグルトかな、あ安いでも。いやポムポンプリン推しが台湾強い、そんな日本でポンポンプリンって押されてるっけ。日本、韓国、東南亚或是来自欧美各国的好朋友都来加入我们的平息天灯节。那狗年我们就是旺年，祝福大家旺来福来。我们特别跟三丽鸥，今天大家看到可爱的布丁狗狗。枝豆もめっちゃ高い。チャーハンの冷凍もお店で食べるのとあんま値段変わらない気がするんだけど。65元とか食べれるよね。納豆これもだいたい3、4倍しますね。いやー高いよー、これ円じゃないですからね、台湾ドルですからね。要记得按赞，然后要按订阅哟，支持一下。